畑ボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。誰も彼も浮かれ騒ぎ、光る汗が弾け飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば、波も歌うよ愛のサンバを、胸に溢れるこのリズム。オレイオレイ、マツケンサンバ。オレイオレイ、マツケンサンバ。あ、恋せよアミゴ、踊ろうセニョリータ、眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバビバサンバ、マツケンサンバ。オレイ、叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。夢のように時は過ぎて、弾む南の恋の夜。焼けた素肌、肩を抱いて愛をささやき、踊れば白い渚に恋も輝き、風に誘われ歌い出す。オレイオレイ、マツケンサンバ。オレイオレイ、マツケンサンバ。あ、恋せよアミゴ、踊ろうセニョリータ、眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバビーバサンバ、マツケンサンバ。オレイオレイ、はい、こんばんは。今夜もね、マツケンサンバ2を歌いましたね。今日は仕事を遅かったんで、町だからね。じゃあ今日 YouTube でライブ配信しますね。あんま歌えないからね、はい、うん、あー疲れた。やっぱ変な町の部屋があると楽だね。あー、もう静か帰っちゃうね、もうすぐね。3月の日から、あー疲れた。ああ、自己生存確認。2023年3月の1日水曜日、叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバ。誰も彼も浮かれ騒ぎ、光る汗が弾け飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば、波も歌うよ愛のサンバを、胸に溢れるこのリズム。オレイオレイ、マツケンサンバ。オレイオレイ、マツケンサンバ。あ、恋せよアミゴ、踊ろうセニョリータ、眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバビーバサンバ、マツケンサンバ。オレイ、
叩けボンゴ響けサンバ踊れ南のカルナバル夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜焼けた素肌肩を抱いて愛をささやき踊れば白い渚に恋も輝き風に誘われ歌い出すオレイオレイマツケンサンバオレイオレイマツケンサンバあ恋せよアミゴ踊ろうセニョリータ眠りさえ忘れて踊り明かそうサンバビバサンバマツケンサンバオレイオレイ。はい、こんばんは。今夜もねマツケンサンバ2度歌いましたね。2023年3月の1日水曜日の生存確認です。今夜もねいつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日遅くなっちゃったから待ち屋からです。こんばんはね。うん、こんばんは。ありがとう、小手さん、ありがとうね。熱さん、どうもね。今日待ち屋から、うん、ね、今日待ち屋で仕事遅くなっちゃったんで。さて、早速今日のお夜食、今日待ち屋なんでね、カップ麺、カップ麺だ。日清デカウマ濃厚コクマ醤油。疲れた。疲れたね。部屋があるとまたいつものことだけどさ、まきちゃんに部屋があるといいね。帰らなくてもいいからね。まあ一応ここもいいんだけどね。うん。今日住所来たからね、まきちゃんはね。うん。早引きしてねえ、そんなのこと。してませんよ、ネットさん、そんなこと。ネットさんの回答の人だよ、そんなの。液体スープ最後からね。液体スープ。最後。で、今日はね、これにね、これにね、スーパーで買ってきた。鶏天を入れる、鶏天。町屋からです。あ、カズマさんどうも。仕事遅くなったの町屋からで、今日お夜食。日清のね、濃厚コクうま醤油っていうカップ麺です。ね、カップ麺にね、惣菜売り場のね、鶏天か。鶏天入れて、お湯でよ。はぁ、疲れた。結構量多いね、鶏天ね。あ、こんばんは。揚げ物でも使うとねえんだよな。でかいな。切った方がよかった。また大丈夫か。これだけじゃん。あ、入れちゃう、無理に。鶏天を仕込んで、お湯入れて。よし。3分か、3分。あ、ピンクさんどうもね。今日仕事遅くなったんで、町屋からです。じゃあ、日清のコクうまっていうカップ麺。今日こんなカップ麺、カップラーメンですね。誰も入れて食べると。一杯飲もうか。こんばんはね。一杯飲もう。今日ビール飲もうか、ビール。今日ビール飲もうか、ビール。ビール飲もう、ビール。今日ビール持ってくる。あったかいでしょうね、本当に。すげえあったかい。あったかいで台所の方は涼しいから。
フラノビール150円のやつ、150円のやつ、安いビール。じゃあビール、こちらのビールで、乾杯。うめえ。うめえな。うめえな、この一本目は。うめえな。ま、松村さんどうもね。じゃあビールで。ちょっと待ちやから。遅くなったの。やっぱ台所の方、冷蔵庫いなくてまあ大丈夫ね、うん、結構冷たいよ、まだね。夏場だって入れないと無理だけどね、ちょうど入れなくても台所の方は寒いから、あと水弱いからあっという間だ。今日はビールだからあっという間だ。こんばんはね。あっという間、早いね。うろ、ほんと水のように飲んじゃったね。あー、甘かった。一本目もいいんだよな、これ炭酸系な。今日暑かったね、ほんとね。まだ夏はどんどん交番の中で汗かいちゃった、ほんと久々に。あったかいからな、本当に外は、うん。おつまみはね、カップ麺、カップ麺です。日清デカウマ、日清のデカウマ、このやつ、と濃厚コクマ醤油、このカップ麺、見る？一番好き、まあ、それぞれ好きよ、僕。嫌いなもんないんだ、まあ嫌いなもんがないだけ、僕。うん、嫌いなもんがないんだもん。だからビールも好きだし、ホッピーも好きだし、ね、宝のハイボールも好きだし、みんな好き、日本酒も好き、うん。嫌いなもんがないんだよね、僕ね、うん。嫌いなもんが。嫌いなもんがないんだよ。帽子なんだよ、これ。これ、使い捨てだもん、こんなのね。日本へ持ってこう、日本へ。やっぱ物足んない日本じゃね。2本目持ってくる、2本目。もう1本飲んじゃった、2本目持ってくる。マルアさん、マルアさんでもね。ワイン飲むよ、ワイン。あんま買わないけどね、まあ、よく。ポリウォーキのってあるんじゃないだけ、安いやつ。うん、あれね、死んでる、あれ、コルク製じゃないやつ。300、400円ぐらいの。ああいう、ああいうの、ああいうの手頃のやつ、飲むよ。コロク製じゃなくてさ、300円台か400円ぐらいのやつ、ああいうやつね、各社で出てるでしょ、ああいうの、ああいうやつ、嬉しいワインとかさ、ああいうやつね、ああいうの手頃で言うね、あれ ね、はい、ね、でもガサバルかな、うん、たまにね、うん、あ、そうなんだ、ガサバル、じゃあもう一本持っていこう。もう一本。150円ビール。これ手頃でいいよね、150円。やっぱ、バージョンよりかやっぱりいいや。多少高い分ね、これね。150円。今日は2本目いきます。
ダメじゃない、大丈夫よ。ダメじゃないよ。乾杯。アマラーさんとやるときはもうやないんだね。ごめんなさい。じゃあこれで。じゃあ今日 の濃厚コクデカうま醤油いこうか。エクタースープ入れて。よし、ちょっと混ぜて。どうも、ヤミさん、今日はカップ麺取り手入れて、カップ麺取り手うまい。小さな、かすりこ小さな、松村さんどうもね、かすりこ小さな T シャツだけに1000円でお分けしてます。もう、2000円。あ、でも直接手渡しなんで、手渡しな、僕の場合手渡しで2000円と T シャツを交換する感じで手渡しで分けてるからさ、僕。郵送はしてないからね。ありがとうね、松村さん。近かったら会いましょう。ね。ただ僕の YouTube にね、見ると多分メールを送るとこあると思うんで、クリックすれば出てくると思うんだ、連絡先で。ページ行けば探してくれたら多分あると思うんで、メールを送るとこが。これで僕の YouTube のページ見ればさ、Twitter とさ、Facebook が書いてあるんで、あれも、あれに登録すれば、Twitter、Facebook だったらさ、直接メールですからね。昔はね、もう10年ぐらいになるけど、YouTube 本体でもね、フリーメールしなったんだけど、今ないんだよね。今はないね。僕が YouTube 登録した頃はさ、YouTube 本体でもあったんだよね、メールの機能。あれなくなっちゃったんだよ、今ね。だからできない。だから Twitter とか Facebook 登録すればさ、ね、ローカルでやるとできるんでね、Twitter。それで、一回僕は過去はね、新潟までね、新幹線乗って T シャツ手渡し一回あるんで、都合がつけば大丈夫よ、都合がつけば。大丈夫、都合がつけば。でもあんま遠くは無理だと思って、交通指摘は僕無理なんで、せいぜい四国、本州、その辺かもしれないね。時間もないしね。北海道となるとさ、飛行機になっちゃうからさ、飛行機になるとさ、悪天候になるとさ、万が一帰ってくる、それがあるからさ、なるべく電車で行ける範囲。飛行機の場合はさ、悪天になるとさ、普通があるでしょ。それで、
休みの間に行って帰ってくれない可能性出てくるからさ。あ、関東なら大丈夫。あ、関東ならまあ、都合がつけば大丈夫だと思う。大丈夫。よかった、関東なら。ね、飛行機はそこが怖いんだよね、あれ。飛行機乗ったとしても、あれ、ほんと。鉄道以上にさ、普通が多いからね。悪天だったら動かなかったり。だからそれ怖くてできないよね、あれ。普通多いもんな、飛行機はな。目的の空港の上空まで来てもさ、悪天候でさ、着陸が無理なんでってことで、引き返す場合もあるしね、飛行機って。それが嫌だよね、あれね。だから鉄道の方がいいんだよ。このカップ麺に鶏天入れたんでね、ボリュームあんね。鶏天。うん、まあ、まあ、やっぱ汁物には揚げ物はいいよな。お互いでいいですよ、お互いでさ、僕もアウトドアでいろいろ行くからさ、そのついでとかさ、ね、アウトドアで。丹沢も行くしさ、丹沢、あと奥多摩もいるし、あと学校橋とかさ、うん、反応はさ、行かない、反応はそこもあれ、テントワークできなくなっちゃったから。普通の日帰りでアウトドアですけどさ、反応河原は。今テントワークできないからね、反応はまだしばらくはいかないと思うけどね。年にね、1回、2回、3回、4回、5回ぐらいは行くと思うよ、5回ぐらい。少なく見積もっても5回ぐらい。もっと行ってくるかもしれない。少なく見積もって5回は行ってると思うよね。うん、ここの2、3年はそうですね。うん、2、3年後、5回は行ってますね、5回。うん、行くときは続けていくからな。もう今年1回行ってるしな、この間ね。あれ、小屋博したち、避難小屋博。うん、行く、うん。機械からさ、結局、奥多摩だったらさ、奥多摩駅までで1000円ちょっとで行けちゃうから片道、うん、1000円ちょっと。この間は行きは奥多摩駅から歩いたんだよね、一応ね。だからバスは乗んなかった。帰りは水谷橋でバスだから ね、あんな感じでね。奥多摩はさ、奥多摩駅そのものがさ、あれあれかなり高い鉱山電車みたいな感じ、高原電車っていうか高いところまで通ってっからさ、もう上り口がもう奥多摩駅だからね、あれね。あれもその点いいね、奥多摩って、うんうん、すぐだ奥多摩駅から、うん、奥多摩駅があるとあるのかね、標高500メートルぐらいだから、あそこ結構高いんでね、うん、奥多摩なかなかね。でも早起きしないといけないけどね、早起き奥多摩行くときは仕事行くより早起きしないと仕事行くときは7時ぐらい起きていいんだけど、奥多摩行くときはもう5時前に起きなきゃ、だからだちょっと疲れちゃうんだけどね、うん、夏場だったらいいね、あれ、あれ夏場だったらあれ開けるの早いからさ、週の後早くもいいよね。次の奥多摩考えて、奥多摩、奥多摩行きたくて、奥多摩このまだ3月だから、3月の頭だからさ、ま、寒さがある中でもう一回行ってみたいなと思って。寒さの中の洗濯も僕好きでね、寒さの中。奥多摩この間やっぱ金曜日、2、3週間金曜日降ったよね、結構いい日に。そのうちこの間ちょっとね、テント張れるような感じなかった、テント張できなかったか、この間
避難小屋前はすごかった、あれ、やっぱ20センチが積もってた。あそこの避難小屋のちょっと下の水場なんかさ、雪で埋もれてたもんね。ああいう時はやっぱり水下から持ってこないとダメだよな。何、カズマさん、なんかって。マスムはよく、キャンプ場に行って、あれだっけ、僕。若狭だ、若狭行った時、家にクッカー忘れちゃって、ね。あの、レンタルのクッカーでやったことあるね。あれ、結構あるクッカー忘れ物結構あるんだよ、あれね。クッカーは忘れちゃったってことは、うん、若さの時あれ友人のキャンプ場だからさ、借りた後その時キャンプ場の時はさ、あれスーパーでちっちゃな鍋買ってね、なんか結構忘れ物なんだよね。あと遠野岳のさ、あれこうあそこで時にね、なんだっけ、こう遠野岳の下の方のあそこテントサイトでさ、洗濯しようと思ったらあれタープ忘れちゃってね、できなかった。うん、でももう食ったんで麺の方、ああうまいね。うん、まあ、さあ町屋からです。じゃあ日清のこれ、日清デカうま濃厚コクうま醤油、うん、うん、まい。うん、これで100円、中止は100円だからな、うん、そんな高くないから、これ。これいいよな、これで中止は100円ならな。寿司こしやつは1万2000円だからね、1万2000円よ、2000円、ね、2000円と交換ね。カップ麺今日まだ肌の飲む町屋だからさ、仕事遅かったんで。でも余裕で5時間ぐらい寝るでしょうが、余裕で5時間ぐらい、こちらだからいいや。5時間寝ても6時過ぎだもんな、うん、
今日はね、木曜深夜だからね、大和と良田さんです。はい、おいしい、おいしくいただきました。うん、うまかった。日清でかま濃厚コクうま醤油。アタチャブルか。昔ね、ジャンク出てたんだけどね、昔出てたよね、昔ね、アタチャブルって TBS ね。あれ、アタチャブルは柴田さんがさ、女性問題しばらく休んでたんだよね、ね、女性問題でね、いろいろあってね。あれ、笑っちゃったね、あれね、あれ。いろいろやってんだろうね、みんな。芸人さんは持てんだろうな、だからな、いろいろあったんだろうな、の人ね。アンタッチャブルの人ね、そうでしょ、あれ、柴田さんだっけね。女性問題ね。女性問題でいろいろあって、しばらく休んでたね、あの人ね。まあ、ラジオはね、誰でもずっと聞いてるんでね、ラジオ自体は聞いてるから。今よく聞いてるのはね、朝のラジオ、生島ひろしさんのやつと、桃本武郎スタンバイ、その辺かな。あと NHK のさ、なんだっけ、朝のやつ。大体僕 NHK か TBS なんだ、聞くのって。NHK か TBS。文化放送と日本放送はね、チューニングス、ほとんど聞かない。たまーに、ほとんど聞かないね。あ、そうね。感じましたね。二人も村井もなの人、渡部さんね。確かにそうよね。奥さん二人も妊娠中だもんなの人ね。ちゃんとやってんだよね、ちゃんとね。そうよ、ね。二人もそうよ、渡部さんは。そうよ。夫人だけじゃないんだよね。ちゃんと制裁とも仲良くやってるちょ、なってる、やってるみたいよね。安心よね。だから二人、だから二人もいる、ま、ね、妊娠してんだもんね、あれね。渡部さんね。そうよ。朝、朝。仕事行く前に、ね、朝。最近本読んでるから、最近ね、電車で、最近はね、ちょっと本読んでるから、電車の中で。うん、聞かないけど。今読んでる本はね、これかな？今読んでる本。今読んでる本はこれ。朝干し、夜干しってやつ。こんなやつ読んでる、今。いつもこれ電車の中で読んでる。面白いなと思って。でも本読んでるときはラジオ聞くけど、本読んでないときはラジオ聞くけどね。雪島さん、うん、帰りはね、あれ歌丸さんのやつか、早いときね、あれを聞きながらね。さて、じゃあもう明日も早いんでこの辺で終わろうかな。ありがとうね。ラーメンも食ったし、うまかったな。鶏天もうまかった。ありがとう。おやすみなさいね。ありがとう。うん。おすぐにありがとうね。歌はないよ、今日はね。町屋だからさ。歌はないです。おやすみなさい。また明日。ありがとうね。うん。そうね。最後に一杯飲んで終わろうか。最後に一杯。歌の代わりにもう一杯飲んで。もう一本フラのビール飲んじゃおうかな。じゃあ最後に。
じゃあ最後にこの指飲んで、じゃあ最後に一杯、最後に一杯、じゃあ今日最後の一杯いって、じゃあ皆さんどうもありがとう、おやすみなさい、遅くにありがとうね、今日は電車なくなかったんで町屋からでした。本当ですね。取り替え好きにその通りで、それは本当だ。うん、まあ負けは楽でいいや、本当。うん、通勤がない分ね、楽でいいよね。野球だったら大変だ、毎日朝。朝のんびりでいる、ほんと。4時半に起きないじゃん、ね。4時半に起きて、5時3分にはずだもんね。そんなふうだもんな。その時間のんびりできるもんね、毎日な。ごめんなさいね。スマホでも今録画してるからね、スマホね。うん、スマ見切れてる人はスマホの方のね、やつでアップするけどね。内蔵カメラだから、内蔵カメラなんで、これね。シルバーさんのそれは本当じゃないよ。うん、ああ疲れた。うん。おいくいただきました。ではまた。また明日、おやすみなさい。ありがとうね、皆さんどうもね。また明日ね、遅くにありがとう。終わりました。ではまたね、また明日。